雷学校っていう名前だからさ、雷学校、波に乗るけど、波に乗るだけが全部じゃないからね。やらない同士があれだとやってくれる、そういう裾の根がねあればいいじゃん。子供たちは子供たち同士でこうなんかやっぱ楽しく遊べるのがすごいいいなっていうのがね。自然の大切さとかやっぱそういうのってなかなかこう学校とかの、まあ学校とかでも教わるなとは思うんですけど、僕たち親がそういうのも伝えるっていうのも、まあ、できる方もいる、もちろんいると思うんですけど、なかなかそういうのが難しくて。タイミングがあれで乗れるようになったね、足のさ置く場所。日常だと、ね、小学校に上がって環境も変わって結構キツキツってなんかもう敷かれたレールのところを歩いて苦しいって感じはしてたんだけど、なんかこんだけすごいいい笑顔が見れていい時間を過ごせました。嬉しかったね。なんかたくさん居合わせた人たちがさ、たまたまいたさ、ブラジル人なの。おー、そうね、あの子もね、そうね、地引き網とか率先して手伝ってくれたね。そのまま息子が娘がさ、
パパが今日嬉しかったのはあれかな、友達が増えたのが一番嬉しかったな。あまた来るきっかけになるね。 そうそうそう、だからまたね遊びたいって、やっぱこうね、こうコミュニティがこう友達が広がるじゃん、学校以外のあそこで会うやつが。そう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 ねえ、うん、それがすごい嬉しかったかな。